ション。はい、お疲れ様でございます。前にね、あり合わせでパソコン作るとこないなるいうのを動画上げたと思うんですけどもね、ちょっともう一回新しいのを作りましたので、これを紹介していきたいなと思います。今回こちらのパソコンは置いといてですね、一回片付けましょうか。はい、今回はこちらですね。よいしょ。はい、今回こちらのパソコンです。新しく作ったやつですね。ちょっとフレームが取れたんですが、デュアルハード、これレイドを組んで2テラの2台つなげてますね。これで4テラとして認識しています。そして安定のこのダイソーのケースですね。何のケースかわからん、本に入れるやつかな。これを加工して、ちょっとね失敗して、加工失敗して割れてしまったんですけどもね、のインターフェースを出してます。そしてやっぱね、電源漏電した時に危ないんで、ちゃんとアースを取ってます。ピカチュウが多分放電してくれる仕様ですね。そして SSD、 これはインテルの 40GB ですね。ちょっと少ないんですけども、はい、そしてこれがソケット1155のなんか CPU ですね。なんか省エネタイプ、ちょっと忘れましたけどね、それをつないでます。そしてメモリーが、これ2GB の、2GB 違うな、8GB 2枚ですか。これ一緒、デュアルチャンネルになってます。そして電源が AC アダプタータイプですね。今回ちょっとね、これは起動しないんですけどもね、次の来週の動画ぐらいですかね、この SSD にね、 Ubuntu っていう OS? Windows じゃないやつですね、 Linux をインストールするところ、これをやっていきたいなと思います。いや、ちょっと作りが雑いですね。ギリギリ収めた感が半端ないな。縦横置きでもいけるんですけどもね、幅一応測っときましょうか。これはい、幅が 9.2 ぐらいですか。 9.2 で、17センチ、高さが22ぐらいですね。結構コンパクトに収まったんではないかと思います。はい、そして電源スイッチは安定のアーケードコントローラーから取り出したこのボタンですね。これ X ボタンになります。はい、マザーボードの規格は多分ね、ミニ ITX ですかね。確か結構小さいやつですよね。またサブマシンとしてね、動画編集用としてちょっと使っていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。